試合開始3時間前です。ホームでの開幕戦を待ちわびているファンがご覧のように会場前へ詰めかけています。開業2年目を迎えたエスコンフィールド北海道、ファイターズがホーム北広島に帰ってきました。サチトラさんのバッテリーがすごく楽しみです。他に何かこの球場の中で楽しみなこととかあります？新しくエスターのカフェができたのでそこにちょっと行きたいなと思ってます、はい、アミューズメントパークがなんかリニューアルしたって聞いたんで、そこでまたゲームとかもしたいなと思ってます。進化したエスコンフィールド北海道の楽しみ方を取材しました。3階の三塁側に12球団で初めて設置されたのがスイングボックス。カウンター付きの座席にブランコが設置され、家族連れでも楽しめそうです。まるで球場の上空をこう浮遊しているような感じです。フィールドに吸い込まれそうな迫力です。スイングボックスは1万8000円から3万6000円、6月16日まではすでに完売で、6月21日から8月28日までの分が今日から抽選販売されています。ご家族で楽しんでいただきたいということもあり、また12球団でどこも導入していなかったということもあり、思い切ってブランコを設置してみました。1階1塁側のアミューズメントストアがリニューアルオープン。豪華景品がもらえる体験型ゲームが用意されています。ファイターズの応援グッズ、鮭丸を3匹以上あの木箱に入れると景品がもらえる鮭丸スローイン、挑戦しています。お、ありがとうございます。5匹投げて3匹以上入ればクリア。最後の金の鮭丸はなんと2匹分のポイント。クリアすれば景品がもらえます。この他ボールをゴールに入れて高得点を狙うエフタンカーニバルや、選手のサイン入りユニフォームが当たるファイターズルーレットなど、子どもたちが楽しめるゲームが盛りだくさんとなっています。さあ階段を上ると、あ、見つけました、エフタンカフェ。もう早速エフタンが入り口でお出迎えしてくれてますよ。エフタン、こんにちは。F ビレッジの公式キャラクターのエフタンカフェが1階1塁側にオープン。提供される商品も食べるのがもったいないくらい可愛いエフタン尽くしとなっています。お待たせいたしました、はい、エフタンのお布団和牛カレーでございます。お布団和牛カレー、はい、うわすごい。これエフタンが和牛のカレーのお布団に使ってる。はい、ごめんねエフタン、手食べちゃうの。和牛が舌の上でとろけてます。ミシュランのシェフが、一つ星のシェフが監修させていただいておりますので。ミシュランのシェフが。はい、そうなんです。なるほど、贅沢な。他にもエフタンの顔をかたどったエフタンマカロンやエフタンベビーカステラなど、思わず写真を撮りたくなる商品が揃っています。世界初の球場内のビール醸造所レストラン、空と芝。この週末発売された春の新作ビールのスタイルはアメリカンゴールデンエールです。黄金色に輝いてますね。いただきます。うん、おー、爽やかですね。オレンジとこのホップの香りが口いっぱいに広がります。試合中何杯でも飲めちゃいそうな、そんな味です。今シーズンのファイターズの優勝を願ってゴールデンエールというところで、オレンジピールという副原料を使っておりまして、こう春らしく爽やかで飲みやすい、ビールとなっております。このビールを飲んでみんなであのファイターズを応援していけたらいいなと思っております。進化を続けるエスコンフィールド北海道、あなたは今シーズンどう楽しみますか？
はい、開業2年目を迎えるエスコンフィールドですが、石井さん、本当にさまざまな楽しみ方を提案し続けてくれてます ね。オープンした時からずっと見てますけれども、うん、こんなにさまざまな催し物とか、ね、楽しめるものが増えていって行くたんびにワクワクしますよね、うん、このエフタンカフェ、私は絶対行きますこれはもうハマりますよ。可愛くてキュンとしますよね、うん、そしてひろこさん、ブランコに乗りながら野球観戦なんて思いつきませんでした ね。なんかこうイベントとか商品っていう、こうソフト面だけじゃなくて、新店舗とかそもそもこう席まで新しくしちゃうみたいな、こうハード面でも常に目新しさをこう提供してくれるっていうのは、本当ある意味うまいやり方だなと思うんで、もう今年はやっぱりそれに加えて、やっぱそのチームの結果、グラウンド上の熱量、当然去年だって熱量ありましたよ、うん、ただやっぱりファンは結果も求めてくると思うんで、野球だけじゃない楽しみ方はあるんですけど、うん、野球でもやっぱり熱くさせてもらえる1年にしてほしいなってすごく思いますね、うん、はい、応援します。それと同時に楽しめるのがこちらの選手グルメです、うん、そうだ、こちらどのメニューもですね、選手の名前とか、あとはバックボーンをメニュー名に盛り込んだユニークな商品ばかりなんですね、うん、全部で70品あるんですけれども、半分以上が今年の新しい選手のグルメでして、去年からの継続メニューもさらにパワーアップしているということでした。好きな選手のメニューを食べながら今シーズンのファイターズを応援していきましょう。